樋口優奈です。今日はマジパンチューブまさかのソロ会ということで今日は赤羽に飲みに来てます。今日は赤羽でお酒を飲みながらみんなから来たお悩みに答えていくという会でございます。なんかどうやらこの企画はあわよくば連載型にしようとしてるみたいな。そうです、福岡とかね。うん、私が選びます。なるほど、ランダム。え、ちゃんと来てた？お悩み、うん、結構来てて。私お悩みなんて解決できるほど人生経験積んできてないんだけど大丈夫？クリームソース、醤油、クリーム、美味しいやつ。クリームチーズの醤油漬け、美味しいんだよねこれ。マジで大好き。わ、全部で67件。すごい、今日のさ、お昼に投稿して67はすごい。めっちゃ悩んでんじゃん。結構、あー、おいしい。結構悩み抱えてんじゃない。じゃあ、いきます。はい、物事をネガティブに考えがちなのですが、ポジティブな方向性に気持ちを切り替える魔法の言葉を教えてください。魔法のこと？ってこと。雑だな。おきぐちさんってポジティブなんですか？あ、私ごちごちのネガティブで、ね、あんまポジティブな印象はないから。難しいな、ネガティブな。共に頑張ろう的なあれなのかな。そうだね。あ、でもネガティブなんだけど、こうあのパンってこう切り替わる瞬間があるの。その時には絶対に、まあ、悩んでてもしょうがない、なんとかなるか、生きてたらって。急に、うん、急になんか自分でも怖い、自分でも怖い、ね、急になんかこっちも怖い。なんかさっきまでにはもう本当ダメだ、ね、明日仕事なんていけないかもしれないみたいなネガティブで、まあそんなこと考えてても仕方ないしね。急に自分の中のおじさんがこう缶ビール片手に抱えたおじさんが出てきて、解決法としては自分以外におじさんを買う。そうそう、心の中にポジティブおじさんを買う。そしたら自分がこうネガティブになってもうどうしようもないってなってる時に、急に缶ビールも片手に持って現れてくるから、長崎医者って大丈夫、なるようになるんだよって、やるしかないよねって。そのことです。はい、切り替えが大事だよね、落ち込んじゃっても。私もネガティブだからあんまいい答えは言えない。共に頑張ろう。じゃあ次の質問いきますね、はい、推しの樋口優奈さん26歳現役アイドルが最近 TikTok でグルメリポートを始めたのですが、ちょっと食べ過ぎな気がします。どう思われますか？スタッフさんの意見も聞きたいです。でもいっぱい食べる姿は好きなんです。難しい。むずいね。え、何？難しい。ダメなの？食べちゃうけどダメなの？なんで？なんで？なんでだろう。心配してるんじゃない？太っちゃうのかもしれないって。いや、わかんない。太ってるゆうなさんも好きかもだけど、食べ過ぎ。さすがにってこと？うん。だからいつ取ったか知らないじゃん、うん、だから、うん、食べ過ぎじゃない、今週めっちゃ食べてないってなってる。あ、そういうこと。確かに食べ過ぎだよね、うん、しかもあれ出してるの週2とかじゃん。でも1週間に3本撮りとか4本撮りした日あってた。あった。1日2本撮りした日とかあったから、うん、思っているよりさらに食べてね。なんか普段別にそんな大食いなことないんだけど、なんかね、食べちゃうんだよね。でも大丈夫、ちゃんとその土日にイベントで体を動かしてるから、多分太ってはないはず。痩せてましたもんね、一時期。そうそう、ここ1ヶ月胃腸炎だった時。でも確かに結構食べてるかも。でも現場ではあんま食べないようにしてるんだ。実は食べないようにしてるのか。あれは、お腹すいた時は食べるけど、なんか私ご飯食べるのがストレス解消法というか大好きだから、夜ご飯とか自分で好きなものを食べれる瞬間は絶対になんかこうなくしたくないから、逆にその現場の時とかはちょっとスイッチ入るから我慢できる。そう、仕事前だからとか。そう、じゃあ心配しないでっていうことかな。はい、あとあの全部が全部一人で食べてるわけじゃなくて、ちゃんとマネージャーさんがいたらマネージャーさんにも分けてる時もある。
分けてない時もある。分けてない時の方が多いかも。分けてない時っていうか、ね、これ取り行きましょうってなって、一人でめちゃくちゃ頑張って食べてくれてる。いっぱい食べてる。うん、スタッフさんの意見も絶対言って、食べ過ぎだと思う、どう思うって。え、でも私はすごくいいと思う。2人女性の同じ年代としてこんなにたくさん食べる子素敵じゃないって思います、うん、ということなので食べないより食べてる方がさ、うん、食べててこんな可愛いんだから、だったら食べていいよ。なんか心配かけないよね。なんか大丈夫、ちゃんと食べてるって言われたことないもんそうね、ちゃんとご飯食べなって言われたことない、この TikTok 始めてから。あ、まあ TikTok 始めてから食べてんだもん見えてるから、ね、見るからに食べてんだもん。確かに、なので素敵だと思います。はい、なのでいいと思いますのでTikTok フォローしてください今日の様子も TikTok で、そうそうそう、同時進行で撮ってるんで。ももです。焼き鳥屋さんです。もも、もう絶対美味しいね。絶対美味しいね。私基本さ、焼き鳥はさ塩なんだけどさ、ももはさ絶対タレなのよ。私逆に何でもタレだなまだね、塩を好きな大人になってないの。あー、まだまだだね。おばちゃんがない毛が年上ですか2歳です。結構毛が年上ですか。そんな変わんないです。出てきた。いや、いいね。ゆうなさんが思う清潔感のある男性を教えてください。見た目、癖、香りなど。なんだろうな、難しいね。清潔感って大事だよ。清潔感って大事だね、うん、でもなんかこれっていうの匂いかな。うん、私結構ね匂いフェチなんですよ、うん、男性とかに限らず女の人とかでも、あの昔の小学校の時の友達の匂いとか、いまだにその渋谷のスクランブル交差点で匂ったら誰々の匂いみたいな思うぐらい、結構匂いがやっぱり記憶に残るタイプっぽくって、匂い好きなんですよね。で逆にその女性とかのきつい香水とかだと逆に酔っちゃ うーん、エレベーターとか一緒だと。でも男性なんかさっぱりした匂いとか結構好きかも。柔軟剤系とか、柔軟剤とか、え、みんな好きで、香水とか、なんかこの制汗剤とかの匂いとか。自分じゃ分かんないよね、柔軟剤とか分かんない。なんかもう日常の匂いになるもんね、香りかも。香り、見た目はそんなに何も思わない雪口さんに睨まれることが多くて悩んでます。それ多分あれだ、私が睨んでるってことは私のことをいじってる人たちだ絶対に。もう私がこう喜んで喋ってるのとかも好きっていう合図だけど、私がこうやって睨んだりとかちょっかいかけてるのも好きっていう合図だと思ってます。やっぱ心許してない人にはさ、ファンの人にさ睨んだりとかってできないじゃん。あんまそもそもファンの人睨めてない睨んでくんだもん向こうがなんか睨んで欲しそうな顔してみてくる。で、睨んだら嬉しそうにして写真撮ってくるからだからあなたと私のそういう関係性ってことすごい、ぽい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 。じゃあ健康診断前なので、うん、ストレスなく体重を落とすにはどうすればいいですか。もしくは、無理なく脂肪を筋肉に変える方法って知ってますか。聞く人間違えて知らないよ多分ジムとかだよね。ジムとかピラティスとかじゃないピラティス難しいけど、でもご飯抜くとかは良くないじゃん。うんうん、私も一時ダイエットとかでしてたけど、あれはね体に良くないから。でもやっぱね、私一番のダイエットってライブすることなんだよね、私の中で。結果めっちゃ食べてるけど、ラーメンとかやっぱライブ してるおかげかなんかで、一定数のところで体重はキープされるから体は動かした方がいいけど、でも健康診断前だから急に落としたいってことだよね。それが良くない。良くない日頃からちゃんとしとかないと。料理家の人が言ってたレシピみたいなのでキャベツをレンチンして、でそれに納豆を混ぜて、でごま油とめんつゆで味付けするやつみたいなのがあって、それ食べてる。あ、それいいんじゃない。あと卵も乗せる。あ、卵乗せるんだ。 そこに混ぜて美味しいの。しかも
それいいんじゃないですか。じゃあ今すぐ真似してもらう。秋口さんを見るとドキドキしてしまいます。動機ですか。醤油年かな。だそうです。動機です。それがさすがにあれかな、さすがに私が魅力的ガールすぎるのかも。じゃあ次の質問行かせていただこうと思います。独立したばかりで仕事が落ち着かず、うん、お仕事に使える時間が減りました。どうやって精神の安定を保ったら良いでしょうか。現場にあまり行けないってことだね。なるほどね。忙しくていいのあんじゃない。今の時代現場に行かなくても、現場に行かなくても、私の TikTok 26歳現役アイドル のアカウントを見て元気出してもらえたらなと思います。詳細はあの Twitter の方とかに載ってるので、それのプロモーション動画だった。でもむずいよね、その仕事とさ現場のバランスって、なんかでもあれだよね、その疲れた時とかにさ行きたいって思ってもらえる場所にしときたいよね、ずっと。確かにこっち側がね。そうそうそう、素敵だよね。やっぱマジパンの現場ってさ、すごい穏やかでさ、すごい平和な空間だから、なんか実家みたいに、もなんか疲れた時とかにお袋の味食べに行きたいみたいな、もうダメだってなってさ、ママの唐揚げ食べたいとか思うじゃん。やっぱ一人暮らししてるとね、一人暮らしの人はね思うの。なんか実家に帰るみたいなテンションでマネパンに来てくれたらいいよね。とのことです。あ、これね、これ何だろう。一緒の悩み私と、録画がたまる一方でなかなか見る時間が取れません。どうすると良いでしょう。ドラマとかってこと、バラエティとか。そうだよ、テレビだろうね多分。わかるわ。忙しすぎるよねみんな。時間作るしかないんじゃない。でもなんか難しいよね、みんなだってさ朝から仕事だからさ、夜更かしもできないわけじゃん。夜更かししてそう。私めっちゃ夜更かししちゃうからなと何も言えないんだけど、自分の中の優先順位つけるしかないよね。睡眠が上なのか録画を見るのが上なのか。録画しなきゃいいんじゃん。今サブスクとかいっぱいあるし、サブスク入ればいいんじゃない。うんうん、移動中も見れるし、仕事行く時も見れるし。いや録画はしないと。録画はやめる。解決になってるかなこれ。あ、今んとこ一個も解決できてない。ですね。物を捨てられずに溜まっていく一方です。秋口さんはどうやって残すものと捨てるものを区別してますか。難しい。私もねできない。はい、部屋が汚いんです。え、そういう区分なかなか難しいんですけれども、服に関しては衣替えするときに今季1個も着てないなってやつはもうなくすようにしてる。服は確かにそれでいける、なんか片付けが私すごい苦手で、で片付けを上手な人が物に住所をつけるといいっていう、そうなんか SNS で見かけて、例えばさトイレットペーパーの予備だったらトイレに置いとけばいいじゃん。お箸だったらお箸置きがあるじゃん、そういうので住所をつけていってあげるといいみたいな。そういうこと。で住所がないやつって結構いるものかいらないものか絶妙なとこが多いのよ。で服とかはさクローゼットに直すし、靴下だったら靴下入れに直すじゃん。自分のその直す場所があるじゃん。でもないものって結構趣味のものとか生活にそこまで必要じゃないものが多いから、住所がないもので本当にいるっていうのを問いかけて捨てるかも。で住所がないものを見直してみる。いいかも。確かにマジパングッズだったらマジパングッズでまとめてもらえればいいし、ね、それそとても解決したんじゃないって感じ。まあでも結構マジパンの現場に行けてないのが悩みですとか、交通費かかりすぎて行けず悩んでますとか、現場があんまり行けてないって人が、遠征とか多いからさいろんなとこ行かしてもらってるもんね。でなんかそのファンの人でさ、なんか告知とかした時にさ、なんかこの日は行けないごめんねって言ってくれる人がいるんだけど、謝る必要ないなって。確かに。だってマジパンは別にさ仕事でもないし、みんなからしたら、だから自分が行きたいなとか自分が行ける時に来てくれたら嬉しい。だから逆に来ないからなんで来ないのじゃなくて、来て
くれたら嬉しいっていう方だから、そんななんか気負わなくていいから、来れる時に来てくれたらいいよって感じ。そういう人たちのために SNS とか、まあ、YouTube、TikTok だったり、個人でもみんなやってますしね。特に YouTube 最近ね、昔よりいっぱい上がってるから、牛丼早食いしたり、ね、そうです。ね、ゆうなも、あの26歳元気アイドルの TikTok 頑張るので。何回告知するの？あ、すごい真剣なやつ、うん、どうしてもやる気が出ないときは、やる気を起こさせるにはどうしたらよいでしょうか？私いっぱいある、やる気出ないとき。あ、やる気出ないときか、いっぱいあんまやる気出ないときいっぱいある。家にいるとやる気出ないんだよ。なんか片付けもできないし、私お風呂が嫌いなのね、面倒くさくて。でもそういう時にもう絶対に自分はお家帰った時にお風呂が面倒くさくなるっていうのを自分で知ってるから、帰って玄関からお風呂場に直行するの。もうお風呂場に荷物置いてそのままお風呂入るのね。だからとにかくもう体動かすのが一番だよね、やる気出ない時。でも体動かしてたらやる気出てくるのよ。なんか片付けだるいなって思ってても、一旦ちょっと立ち上がって片付けし始めたら、なんか軌道に乗ってくるとかあるから、どうしてもやんないといけない時は何でもいいから手をつけ始める、無理やりにでも。そしたら意外といけたりする。で、別に今じゃなくてもいいことはやる気出してやる必要ないと思ってるから、いや私はやんない。明日でもいいことは明日でもいいんだよ。それすごい救われる。多分みんな救われる。いやもうただでさえさ、仕事で追われてんのにさ、仕事以外の時間で追われるのって嫌だもんね。でもこのやる気はもしかしたら仕事のことかもしれない。そうやんないとダメだよ。仕事はやんないとダメだよ。私はね、マジパンの時はすごいやる気に満ち溢れてるけど、それ以外の時やる気ないから、うん。日常生活、片付けも苦手だし、お風呂入るのも嫌い、自炊なんてしない。そんなもんだよ。そう、で自分の好きなことはやる気出るからいい。かも。普通よりやる気出ないのは当たり前。ん、振りコピが全くできません。先日 TikTok の撮影でメンバーと踊ってみたが全然ダメでした、うん、振りってどうやって覚えるんですか？何度もやるパターンですか？今まで新しく入ったメンバーが振りで悩んだ時、どんなアドバイスをしましたか？できるまで居残りでスパルタで芝居。文字数が足りなかったっぽいです。重い。とにかく振り込みがしたいんだね。そうね、悩んでんだ。なんだろうな、言うのも最初の頃振り覚えれなかったけど、でもなんか振りって音に合ってるか歌詞に合ってるかのどっちかな。で大体マジパンの振りは歌詞に合わせてることが多いから、渚のサーフライダーとかだったら A メロの時、汗をかいたペットボトルっていう、そう、汗をかいたペットボトルを持ってるので、太陽に照らされてみたいな、そういうのを新しく入った子たちには言うかも。それはダンスの先生とかが教えてくれたりするんだけど、結構そのダンスの先生が最初に教えてくれた言葉とか覚えてる方だから、それを教えてあげるかも。だから一回歌詞と照らし合わせて見たらいいかもしれない。そういう講座ができたらいいですね。だから TikTok の撮影会の前とかメンバーの講座の動画上げてもいいかもね。いいね、こっちが対応しますね。そう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 、こっちもこっちでなんかいいご意見いただけたな。確かに確かに。じゃあちょっと面白い質問、はい、どうやったらマジパンスタッフになれますか？どうやったらなれるんですか？ボックスコーポレーションに入るじゃない？マジパンスタッフ、今やっぱボックスコーポレーションに入ることが一番近道かな。入ってもでも希望性じゃないから。ガチャ、マジパンガチャ。なれないよ。ボックスコーポレーションに入ったらワンチャンぐらいで。そうだ、ね。だからスタッフになりたいの。でもさ、実際さ、マジパンのことが好きでね、さ、ファンの人がさ、マジパン現場にさ、じゃマネージャーとしてさ、裏側の裏側も見えちゃうやん。嫌いとかならないかな。やっぱ
理想があるわけじゃん、その人のマジパンに対しての、うん、何も先入観なく、うん、そうね、入った人とかだったら結構比較的メンバー仲もいいし、ほんとそれなのよ ね、びっくりするぐらいほんといいから、うん、そんななんか嫌なことないかもしんないけど、でもその月が最初で入った人って、例えば私がさちょっと朝さテンション低い時とかもあるじゃん、朝さもう低血圧でさ、あそうね、誰でも人間だからね、おはようございますみたいな来た時にさ、え、ゆうなちゃんちょっと思ってたのと違う、いつも明るいんじゃないのみたいなっていうのでさ、嫌いになられたりしたらさ悲しいよね。だとしたらマジパンは割とみんな思ってるギャップないのかも、好きなファンからしたら。ないよね。え、ないと思ってたね。それこそうちの事務所のマネージャーでマジパンのさファンの人2人いるじゃん、ガチオタ。びっくりした、あの事務所の人ほんとバックスコンプレートの人ほんとここ最近なんかすごいマジパンの現場に遊びに来てくれる、ほんと最近ね、うん、あんたが寝ずつけるの増えて、私今まで本当にマジパンってその事務所に行くこともないから、だから本当に今までほぼ関わったことないスタッフさんだったんだけど、なんかマジパン現場来てくれるようになって、パンってこうフロア見渡してたらもう本当に純粋なファンの笑顔でなんかこの関係者の顔でなんかとかじゃなくても、ファンの人の笑顔してるから、いや嬉しいよねそれって。休みだしね、いや本当に休みの日に、休みの日に仕事の日に会えるマジパンにわざわざ会いに来て、事務所行ったら会えるの嬉しいよ、ね、星結構あったよねって日でも来るもん、うん、なんかそういうのを見てると裏側を知ってる人でもやっぱりファンになっちゃうぐらい、うん、メンバーが人が素敵だよね、うん、マジでギャップないと思う。そらちゃんは本当に妹だし、なんならもっと妹だよ、もっと吉沢し、吉沢は吉沢のまんまだし、うん、吉沢まんま、玉木ぐらいかな、玉木もっとうるさい、逆にうるさくなるの、まだちょっと猫かぶってんのよ、なんとか私はステージ上であの楽屋のうるさい玉木を引き出したいなって思って、いや本当そうだよ、花は花でやっぱまあ裏でもやっぱお姉さん気質というか、そちゃん、私もこれ違うよ私もただそらちゃんを甘やかす親戚のおばちゃんみたいな、あーそらちゃんこれをついてるよ、そらちゃんがね言われながらこうやって吹かれる、あんまギャップないよ、あんまりみんなが思ってるままだから、チャンになりたい人の質問か全然違う、待って私大失敗した、何、シシトウ頼むの忘れてたわ、頼めばいいじゃない、だったらじゃあ、樋口優奈様へお悩み相談会、はい、マジパンの写真アップすることぐらいしかポストするネタがないそうです、うん、過去に撮ってた写真見返してこれいいなって思っても、あ昔の写真じゃなと思って諦めてポストしなくなっちゃう、もっとマジパンの魅力を広めたいけど写真以外に案も浮かばないっすわ浮かばないっすわって悩んじゃってるね、合ってるかな、スワ過去に撮ってたイベントの写真ポストするのってマジパン宣伝になるでしょうか、なるんでしょ、うん、今やってるイベントレポと、うん、おっちゃんになってしまうから控えた方がいいよね、そんなことなさそうだけど、そんなことないよね、イベント参加回数減ってしまってるけどマジパンが大好きす、嬉しい、すごい気になるけどでもそんなことないよね、いや、むしろ例えばさ、その上げてくれた写真がさマジパン知ってる人の元に届くとしたらさ、それはなんか前の写真だなって思うかもしれないけど、マジパンを広めたいって思ってくれてるってことは初めての人にも見てもらいたいってことでしょ、初めましての人は別に時系列なんて関係ないから、その子が可愛いか可愛くないかだけで、タイプかタイプじゃないかのだけだから、いつの写真でも撮ってくれたら載せてくれたら嬉しいよねぜひぜひ可愛い写真を載せて広めてくれたらなと思います、そんな素敵なことで悩んでくれてるファンの人が素敵だね、うん、自分のしたいようにポストしてくれたら全然いいのにね、時間が秒です、1週間は3日ぐらい、1ヶ月が1週間ぐらいみたいな感じです、程よい時間経過にしたいです、難しい、早すぎないそれって1ヶ月じゃ1週間ってさすがに早すぎるよ、思い返してみたらじゃん
あ、でもこれは私もある。なんかイベントとかって結構さ印象強いじゃん、あのイベントとか。あーそうね。なんかそうやって考えたらその8周年のワンマンライブとかもなんかめっちゃ前のことのように感じる。それで長いってこと。めっちゃ前のことに感じる。めっちゃ前のことに感じる。なんかでももっと前を振り返ってみると早いなって感じるけど、なんか両方ある。なんだろうね、それほど充実してるってことなんじゃない。そうだね、早いって。そんな気はするけれども充実してる時って早く感じるもん。今もハロウィンツアーやってる時とか超早く感じる時間。確かに。てか初めてこの1年のリーベもめっちゃ早く感じる。はい、半分ぐらいだもんね。もうね、それがすごく早い。充実してるってことだよ。私シシト好き最後の質問。最後、朝どうしても余裕を持って起きられないです。ギリギリになってしまいます。はい、浮き口さん絶対こんなことないよ。でも私朝めちゃくちゃ弱いのよ。実はなんか高校の時とか私めっちゃ遅刻してたんだよ。でもマジパン始めてその仕事っていう感覚を身につけた今、遅刻はすごい自分のプライド的にしたくないなって思うからこう朝起きれるようになったんだけど、あの私もうほんと1分ごとにアラーム設定してるんで、自分の中のこの時間までっていうのを決めて、あとこの時間に起きれたらめちゃくちゃ余裕だなっていう時間からアラームをかけて、でもう家が出ないといけない時間までアラームをかけて、で自分の中でなんとなく、まあ、メイクするのにめちゃくちゃ急いだら45分でいけるなみたいなのが今までの経験であるから、そこの時間になったら起きるようにしてる。めっちゃ眠い時も、ですっきり起きれる時は一番最初に設定したアラームの時間に起きれるようにして、ここからアラームいっぱいかけて自分の中のデッドラインを見極めて頑張って起きましょう。次、起きれないよね朝。私もしんどいよ。質問いただいたけど、さすがに全部答えられない。ありがとうございます。まだでもやるんだよね、うん、定期的に樋口優奈の質問というよりは、皆さんが悩んだこと友達とかに相談できない、第三者に相談したいっていう時に、友達と喧嘩しちゃいましたみたいな、どう仲直りすればいいですかとか、彼女が欲しいですどうすればいいですかとか、じゃあ皆さんからのお悩みはどのタイミングでもマジパン公式 X の DM の方にお待ちしてますので、またお悩みができたら送ってもらえたらなと思います。私はまだまだここから飲みたいと思います。みんなたくさん送ってくれてありがとうございました。おきぐちゆなでした。食堂家がドア